職発表会ということで、このように皆様の心温かいご支援、それらを試食しながら一日楽しんでいっていただければ幸いと思います。ありがとうございました。はい、それでは皆さん、まず一番手前の方はですね、途中の、帰りには買って帰れるっていうふうにきちんと冷たくしてありますので、どうぞよろしく、腹いっぱいになるようにどうぞよろしくお願いいたします。私は南部歌手、はい、そう言われるじゃん、なんかそんな、うん、でも言われないと。これは途中途中さっきのは、はい、だったんだろう。次にお目は1個だけ、もっと入れる。先生やってるようですよ。はい、で今のお蕎麦で煮上げるお茶の匂いで楽しめるっていうようなところもあります。はい、お蕎麦を煮るときも楽しめる。はい、すごい。見えると思うんですけど、赤いのがトマトになります。今、